こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトコマです。はい、ということでね、今回なんですけれども、最後のダイエット方法を皆さんにご紹介していきたいというふうに思います。ということで、今回紹介させていただくのがこちら、クリス・バムステッドのですね、ファットロスニュートリションガイドでございます。こちらはですね、12週間、まあ、約3ヶ月からなる、ダイエット本になります。ということで、早速ね、もう中身いっちゃいましょう。さあ、まずはですね、おすすめ食材でございます。タンパク質、鶏肉、牛肉で、赤身の牛ひき肉で、白身魚、サーモン、無脂肪ヨーグルト、プロテイン。この無脂肪ヨーグルトは、実際のこの本ではギリシャヨーグルトって書いてあったんで、最近コンビニとかスーパー行くとね、無脂肪の、高タンパクのギリシャヨーグルトって売ってると思うんですよ。オイコスとかもそうですけど、まああれです。で、炭水化物がジャガイモ、さつまいも、ベーグル、果物、オートミール、玄米、ライスクリーム。ライスクリームはちょっとアマゾンで検索してもらったら分かると思うんですけど、なんかね、おかゆみたいなやつですね。おかゆみたいなやつ、あんま美味しそうじゃなかったです。脂質、ピーナッツ、アーモンドバター、黄身、アボカド、ナッツ類、オリーブオイル。そしておすすめ食材その2で、食物繊維ですね。アスパラガス、ブロッコリー、あとはまあ緑色の野菜、レタスとかキャベツとかで、食物繊維はこういう野菜だけじゃなくて、さっきの炭水化物にあったオートミールとか、フルーツ、あとはさつまいもとかにも含まれています。で、こっからですね、その栄養素を、なんでとんのと、じゃあなんでとんのお前はっていうことになってきたら、ここに書いてあるんですけれども、タンパク質、炭水化物、ここはね、読んでもらったらその通りでわかると思うんですが、脂質ですね、よく良質の油、オメガ3とか、オメガ6とかね、取ってねってよくいろんな動画で言うと思います。オリーブオイルとか良質な油を取れって。で、何良質な油ってって思うと思うんですけど、量はですね、オメガ3脂肪酸、オメガ6とか、オメガ9とかね、要は英語で言うとオメガ3ファティアシッドっていうんですけど、これが、体では基本的には合成されないで、含まれているのが青魚とか、あとはエゴマ油とかなんですけど、そういうのを食べてもらうと、体脂肪がね、落ちやすくなるっていう結果がね、出てるみたいです。他にもね、コレステロールを下げたり、中性脂肪を下げたりとか、あと病気ね、動脈硬化の予防とか、脂肪肝の予防とか、そういういろんなものに役立つんですよ。なんで良質な油って言われてます。なんでしっかりと取っていきましょうと。だから、サバとか、あとはサプリでね、オメガ3脂肪酸取れるやつがあるんで、そういうのを取っていただければいいかなっていうふうに思います。で、食物繊維ですね。で、これは要はね、腸の働きを良くしてくれて、ケンティーならぬウンティーが出やすくなるんですよ。はい、ウンティーが出やすくなるために、いっぱい取ってくださいねっていうやつでございます。いっぱい取りすぎると便秘になるからね、注意。さあ、こっからですね、実際にもうマクロ栄養素を決めていくんですが、最初にですね、このダイエットはクリス・バムステッドも言ってるんですが、週に3回から6回まずハードなトレーニングを続けて、有酸素が朝一でできて、朝一有酸素やるんですけど、あとトレーニングもやるんですけど、であと食事もしっかりと分けてですね、何回かに分けて取れる人じゃないとうまくね、このマクロでは痩せられない、今回のダイエットで痩せられないということで、もう本当に時間に余裕のある方、もうコンテストに出る方で、こういう例えば仕事をしててもトレーナーとかでこういう風なことができるよっていう、融通効くよっていう方のみ、今回のダイエットは実践してください。さあですね、そんな屈強な男たち、マクロを決めていきましょう。まずタンパク質、体重で、今度はキログラムです、かける 2.6、 炭水化物、体重かっこキログラムかける 2.6、 脂質が体重かける 1g ということで、マクロ例ですね、 100kg の人の場合だったら、タンパク質は 260g、 炭水化物が 260g、 脂質が 100g、 これがいわゆるベースダイエット、いろんなところのダイエット紹介で僕言っているベースダイエット、基本のダイエット栄養素になります。そしてですね、もし今食べてるカロリーや、その栄養素マクロより多かった場合は、まずですね、最初に出した、100kg の人の場合はこのマクロで1ヶ月から2ヶ月ぐらい過ごすといいよってクリス・バムステッドは言ってます。僕は1週間ぐらいしかそのマクロで過ごしませんでしたが。さあ、ではですね、ダイエットウィークスタートでございます。1週目2週目はタンパク質 2.6g かける体重キログラム、ここは、12週間一緒です。で、炭水化物がまず 2.6 から 2.4 に減り、脂質は 1g から 0.9 に減ります。そして食物繊維は1日に 30g 摂取してください。そして有酸素ですね、週に3回朝起きた時に30分間有酸素を行う、ジムが近くにある方はジムに行くなり、外歩くなりですね、してください。そしてお水はですね、1日20キロあたり1リットル、なんで80キロの人だったり4リットル、
最低でも飲むようにしてください。続いて3週目4週目ですね。で、ここで炭水化物は 2.2 脂質は 0.8 にまた減ってるんですが、ここでいう体重キログラムはスタート時の体重でおそらく大丈夫です。なんで、もう3週目4週目になると体重がある程度落ちてきてるとは思うんですが、その今の体重ではなくてスタート時の体重で計算してください。そして有酸素はですね、週に3回だったのが週に6回、まあほぼほぼ毎日ですね、寝起きに30分有酸素するように言われてます。さあでは5週目6週目折り返しでございます。5週目6週目になると炭水化物は 2g、 脂質は 0.7g まで減ってます。そして炭水化物が結構減ってきたに次いで、食物繊維もですね 30g から 20g に減りました。で、有酸素は寝起きの有酸素週6回変わんないんですけれども、プラスアルファですね、週に3回トレーニング後に20分の有酸素運動が追加されてます。さあウィーク7ウィーク8でございます。炭水化物は 1.8g、 脂質は 0.6g まで落ちました。食物繊維は変わらずです。そしてですね、有酸素運動、寝起きは変わらないんですが、トレ後ですね、週3は一緒なんですけど、時間が20分から30分に10分間だけ伸びました。さあウィーク9ウィーク10もう残すところもあとわずかでございます。でここは炭水化物脂質の量が一緒です、変わらないです。ただ食物繊維が 20g から 10g に減りました。でその代わりではないんですけれども、トレ後ですね、週3回だったのが週6回に増えてます。ただ時間は30分から20分にですね、10分間落ちてます。まあ回数を増やす代わりに時間を減らしたっていう感じですね。さあウィーク11というところで本当にもうラストでございます。炭水化物がここからまた減り 1.6g、 脂質が 0.4 に変わりました。まあほぼほぼもう取れなくなってきてます。で有酸素運動は全く一緒ですね、週に6回寝起きに30分、週に6回トレ後に20分。さあ残すところ本当にラストこの1週間で終わりでございます。炭水化物が 1.4 に減り、脂質が 0.3 に減りました。本当にほぼほぼ取れないで、食物繊維はもうほぼ取らなくて OK みたいです。そしてですね、有酸素運動ラストスパートは寝起きに週に6回、これが10分増えて40分、週に6回トレ後が20分増えて40分に増えました。もう最後1週間ですね、これでやりきりましょう。さあということで皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、クリス・バムステッドのファットロスニュートリションガイド紹介させていただきました。ということでですね、こちらで計3つのダイエットの仕方を紹介し終えました。ありがとうございました。ということで、まあ、それぞれがですね、向いてる方向いてない方いろいろあります。で、書いている中身結構変わってきます。マクロも全部違います。なんで各々のですね、生活頻度だったり運動強度だったりっていうのを、まあ一回自分の中でもう一回見直してみて、それで一番合うやつをね、選んでもらってやっていただけたらなというふうに思います。まあこれから夏に向けてね、皆さん脱ぐ準備をしていくと思うんで、一緒に痩せていきましょう。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャ。まだ